はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はこちらですね、ウエスタンランドのシューティングギャラリーに来てます。はい、今日はですねこちらウエスタンランドシューティングギャラリーに来ました。今現在ですね、ハロウィンのイベント中止になっちゃったんですけれども、どうやらここのですねシューティングギャラリーの保安官バッジがですね、どうやらハロウィンバージョン出てるらしいので、今日はですねそれをゲットしに行きたいと思います。はい、ちなみにですね200円で10発です。で10発連続で的に当てると銀バッジがゲットできます。的の中の一つのですねラッキー的に当たると一つそれだけ当てればですねラッキー的をゲットということで金バッジがもらえます。以前解説したんですけども金バッジを取る方法があるんですが、今現在はですねちょっとソーシャルディスタンスとかちょっとね銃選ぶのとかもね不可能なので、今日はねとりあえず銀バッジを狙って取りたいと思います。ここの付近ラッキーマトです。でも今コロナの影響でねあそこに行けなきゃちょっと厳しいですかね。でもあそこ付近にある的を狙えばねおそらくラッキー行けます。ラッキーの的分かりました。いや多分金バッジこの辺です、ね、場所は分かったんですけどこの場所に来れるかどうかだね。ラッキー的と銀バッジです。余裕だぜ。はい、ということでこちら10点ゲットでございます。まあ本当だったらねあの子たちがねラッキーマート狙えてたんで多分あそこら編集編にあったと思うんですけど、ちょっとね場所が悪かったんでね狙わないで普通に10点のみを狙ってやりました。ということでこんな感じでね一応ハロウィンバージョンありますのでぜひやってみてください。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。